Hello，大家好。不知道你们有没有听说，最近抖音上有一首日语神曲特别特别的火，它叫做 yellow，也就是黄色的那个词。这首歌之所以特别火呢，是因为它节奏特明快，而且唱起来特别烫嘴，歌词特别特别的密，很多人都挑战失败了。那我今天呢，就准备完成一项挑战。作为一个日语零基础、从来没有讲过日语的人，我想学习一下这首 yellow。那我先给大家听一下这首歌吧。つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ。木星の君と踊ってたんだ。我不是一个日语零基础的人嘛，所以我找到了这首歌的罗马拼音版的歌词。我呢就准备按照这个罗马注音来学习一下这首歌。我们来试一下啊。つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ。木星の君と踊ってたんだ。クローゼットでもっと今日も小さな体ただ寄せ合って。眠るのさ、変わるのさ、想像たやすい安全。完了，我好像要挑战失败了。つまりは好奇心にとらわれてんだ。小さな体だよスター。啊！怎么办？不行不行，这怎么能行？あきれのたもらないほうきき。练了两遍，发现我元素是肯定学不会了。我现在准备0.5倍速来试一下，看看有效一点啊。つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊してんだ。明かりの止まらないゴールケーキ。木星の君の乗ってたんだ。クローゼットでめっちゃ気持ち小さな体ただ寄せ合って。眠るのさ、変わるのさ、想像たやすい安全。我发现这首歌有一个问题，它每一个音标对应的并不是歌词里面的一个节拍，所以我总是卡点卡错。所以我觉得光这样看着念没有用，我永远没有办法进步，我得想办法把它的歌词对到音乐里面去，所以我准备先把它的五线谱扒下来，然后再把歌词填到里面去。我回来啦，终于把它的这个旋律的谱子记下来了，然后一页多一点点。记下来之后，我就可以把那个罗马注音一个一个音符的标进来了。我这个记的是旋律，不是它的和弦，所以呢，每一个音符就代表了一个罗马字母。我把它按照这个顺序写下去，应该就能对得上了。好，我现在呢就全部都写好了。我这回再试着按照这个唱一遍，看有没有好一点。つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊してんだ。明かりの灯らないホールケーキ。木星の君と踊ってたんだ。クローゼットで窓今日も。小さな体でだよしあって眠るそうさ、変わるのさ、想像たやすい安全。木星の君をとってたんだ。ほらないふのふるきき。つまりは好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊してんだ。明かりの灯らないふるきき。好奇心にとらわれてたんだ。大切なものなら壊してんだ。明かりの灯らたにのるしき。木星の君と踊ってたんだ。
小さな体ただ寄せ合って眠るのさ変わるのさ想像たやすい安全つまりは好奇心にとらわれてたんだ大切なものなら壊してんだ仮の壊してんだ明かりの止まらないこうまらない明かりの止まらない古き木木製の君と踊ってたんだつまりは好奇心にとらわれてたんだ大切なものなら壊してんだ明かりの止まらない古き木木製の君と踊ってたんだクローゼットで待っとくも小さな体ただ寄せ合って眠るのさ変わるのさ想像たやすい演算クローゼットで待っとくも小さな体ただ寄せ合って眠るのさ変わるのさ想像たやすい演算つまりは好奇心つまりは好奇心にとらわれてたんだつまりは好奇心にとらわれてたんだつまりは好奇心にとらわれてたんだ哇历经两个小时终于练好了现在就是验收成果的时候了我的嗓子已经哑了 Action つまりは好奇心にとらわれてたんだ大切なものを壊したんだ明かりの止まらない方の危機も個性の君と踊ってたんだこのゼットでも時も小さな体ただ寄せ合って眠るのさ変わるのさ想像しやすい安全成功感兴趣的小伙伴也可以练一练这首歌呀看看你们会不会学得比我快很多我相信是会的好了，今天的视频就到这里吧，拜拜。